おはようございます。ありがとうございます。何ですか？密着させていただきます。密着。いや、近い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 。どういうこと？どんな一日を過ごしているのか。あ、舞ちゃんがすごい気になってるみたいなのよ。大好きな長男の生活、うん、今日はしっかりと密着させていただきます。どこに密着しようとしたの今？基本に生活してもらって、はい、勝手に撮らせていただくんで。ダメなとこはダメって言うんで、ちゃんと。うん、わかりました。ちゃんと映さないでくださいね、そこ。うん、大丈夫。そんなね、非常識な真似はするわけない。いや、非常識じゃんだって。じゃあ、見ててくださいよ。オッケー。じゃあ。もう、まだもう撮ってんのかよ。今、オッケーで、カット挟んだでしょ、絶対今。うん。その流れのまま撮ってる。そうだよ。バカじゃねえの。いや、密着だからね。ふざけんなよ。いや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 、俺、飲み物飲みに来ただけだよ。何飲んじゃうんだろうなぁ。いっくんは。知らねえよ。あ、ドキドキする。何飲んじゃうんだろう。じゃあ、ヤクルト。ヤクルトなに、やばいのこれ。すごい。やっぱ違うなぁ。わかんないんだって。一本満ふざけんな。いやいや、でお腹が空いたんですよね。おーおーおお。だって最近ハマってんのがあって、麻婆豆腐がありますね。卵を混ぜて、うん、米を投入して食うと、めっちゃうまい。昨日の夜、米1合炊いたきました。準備万端。丸宮だから知ってるかもな。丸宮の麻婆豆腐ね。麻婆と言ったら丸宮みたいなありますもんね。ハモンじゃねえ。できました。え、すっごいいい匂いするんですけど。ちょっと、一口食って。いや、なんで？でも密着でしょ、今日。いや、意味が違うんだよ。え？意味が違うの。密着でしょ。密着密着。だからさ、ちょっと密着して。うん。いや、違うだろ、どう考えても。一日密着。そういうことなの。じゃあもう動画の初っ端からもう違くない？食べるんだよ。うん、食べる。どうやって食べんだよ、それで。ふざけんな。いや、いくん。口移しじゃないだけマシよ。じゃあいいですよ。はい。今さい。何なんだよ。なぁ、えしてねえし。いや、トイレ？うんこ。いや、そろそろかなと思って待ってた。食い終わったらすぐ出ちゃうからさ。そうでしょ？うん。いいよ。ふざけんなよ。いや、密着しないと。できないじゃん。あ、どうぞどうぞ、まだスペースあるから、ほら。まだスペースあるから。いいの、逆に。何が？うんこつくけど。あ、わかったわかった。いいよ、言いたいことわかるよ、早く。うん、うん。それ分かるよ。立ち位置を変わるとか。ふざけんなよ。さ、今までテレビとか YouTube でさ、うんこしてるとこまで密着する動画見たことある？いやいや、それをやってこ。今日は、今日密着してこ。バンされちゃうから、ちょっと。どうもバンしちゃうよ。もしかして、ずっといた？長いのよ。いよりは大丈夫？ずーっと待ってた。どんくらい出た？結構出たよ。何センチ？測ってねえよ。キモい。
遅いよ、一家。遅いよじゃないんだよ、ね、何十分ここにいたと思ってんの。暇なの。お風呂入るんでしょ。暇なの。どうぞどうぞ。お風呂、空いてますよ。あのさ、今の YouTube のコンプラ知ってる？もちろん。映せないんだよ。どうぞ、着替えてください。変わってねえじゃん。ここで着替えたらさ。ダメなのね。じゃあ着替えるから。うん。ダメ。あ、違う、あの、ママが覗きに来てって言ってるわけじゃないのよ。ママも覗きに来てって話をしてるわけじゃない。この目がマジ怖い。本当によ。じゃあ。なんで入ってってんの？ダメなの？え？密着でしょ今日。密着。密着したいでしょ舞ちゃんも。うん。え？怖っ。密着させてあげて。え、密着？うん、密着でしょ今日。密着よ。密着でよ今日。一日密着。そうでしょ。いないし、何やってんのあなた。あれ、もう出ちゃった。張っててって言ったよねさっき。ごめん、仕事しなさいよ。すいません、あの、ママとスプラトゥーンやってた。やってたね、負けてたけど。何やってんのあなた。出ちゃった。どうすんの。ちょっと、部屋行こう。行っちゃう、うん。モザイクをかけてもらっていいですか。さっき撮らなかった意味が全くなくなっちゃってるから今。さあ、なんで出てきた時出たよとか言ってくんないの。え、これだから。でも密着撮ってるって言ったじゃん。分かってんだけど、これだからさ、密着したかったのよ。分かるよ、分かるんだけど、うん、これだからさ、ここで貼ってなさいよ。はい。おい、回しておいてください。密着ですからね。ジャッキースプレーやろ。うん、やらなくていいよ。え、やらなくていいよ。なんで。密着だから。いや、スプラーやりたいなと。すいません。一個遅いよ。やばい。もうシワシワなのしかない。やばいんだよ最近ギシギシすぎて。ああ、俺の写真見てるし。なんか、すごい近いところにいるね。だって今日密着でしょ。密着、うん、間違いなく密着。意味が違うんだってさ。すっごい密着してるじゃん。次にですね、あの、この前マネージャーからもらった。あ、でも今男も美容にね、行った時代ですからね。嬉しそうやな。ニヤニヤしながら見られる。鏡越しに目が合ってんな。気持ちより。で、最近、うん、小顔マッサージをするようになりました。私でも最近3日ぐらいサボってました。どうだろう、これ変化出てるかな。あ、効果出てないね。そんな速攻性あったらみんなやってるわ。いっくんの密着今日ずっと撮ってるけど、まあいっくんのことを 4,5 歳の時から見てるじゃないですか。はいはいはい、そうですね。ね、男子になってからこう、いっくんの密着を撮ってみて。そうだね、15年の付き合いですよ。そうですね、15年の付き合いですね。いっくんがガリガリだった時代、そしていっくんがブクブクだった時代、全部見てきたもんね。それを経て大人になったなって思いますよ。まあ顔つきはね、内面もそうですよ。すでになんかジャンキーの膝の上に座ってた。そうだね、感じだったね。確かにね、いっくんはちっちゃい時。今じゃ絶対座れたからね。
ということで、まあ、教習所なんで今日密着なんで、じゃあ教習所の助手席には当然乗っていいんでしょ。だよね、ジャッキーちょっとそこ許可取ったでしょ。いや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 、あぁ、ちょっと待って待って待って、どうかしてるぞ教習所に許可取ってないの。この場所どうかしてるな。どうかしてるな。あ、仕事して教習所だけはちょっと密着はできないですけど、それ以外はまた密着させてください。じゃあ最後密着しよう。頑張ってね。頑張ってね。帰り。いると思ったよ。待ってたよ。教習所お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、密着させていただいたので、ね。俺今日眠いんだよもう。あ、なんか寝不足らしいね。あ、もう寝るよ俺はもう。あ、もう寝ちゃうの？うん。あ。密着させていただいております。ふざけんな、もう寝たら終わりなんだよ。うわぁ、密着できましたか。第2弾お楽しみください。死ねえよバカが。はい、というわけで動画を見てくれてありがとうございました。ありがとう。インスタもやっておりますので、そちらもぜひよろしくお願いします。じゃあチャンネル登録よろしくね。